側が、リキンマールユリアンで 2P 側がニットホーキー。いやもうね、さはい、あメスターさんどうもこんばんは。ちょっといろいろあってですね、本当は全然時間取れなる予定じゃなかったっていうか、なんか自分の時間のためにオフで作ってきたんですけどって、俺の雑談どうでもいいんでね、この試合もうマジ集中してみたいんですけど、お互いサブキャラつってもやっぱね、いやこのサブキャラつっても結構やってるのめちゃくちゃ強いじゃないですか。やってるの見るサブキャラじゃないですか。やっぱニット君豪輝とかすごい昔からめちゃくちゃ有名ですよね。めちゃくちゃ強いって言って、俺も何回か見たことあるんですけど、まあ見るたびに背筋ゾッとしてうわってなるぐらいなんですけど、あとはもうマッシュラー投げて、まあ、100キで逃げて、あれですね、一般的にはあの豪輝の竜巻の処理とかユリアンすごい難しいんですよね。そう、火力のユリアンと、まあ、立ち回りの豪輝、単純な人なんか普通の豪輝対ユリアンとかでやるけど、普通に大竜巻がきつい。そう、なんか中竜と大竜の使い分けでなんか対処できないユリアンが一生死んでいくみたいなそんな絵はよく見るんですよ。特に、ね、まあ、僕とか地方の対戦よく見るんでね、もう生き生きなんか豪輝がぐるぐる回ってギャーって言ってるような、わーこれユリアンが高いから中足に2つまでしゃがみでも入るんですけどね、やっぱ距離が多いと、まあ、遠くなんですね。5レベルになるとちょっと一概にそうとは言えないなんですよね。結局ね、対処をしっかり当てていれば、ね、しゃがみ台ファンスタートでユリアンが軽くボッソリじゃないですか。ユリアンの方が痛い、痛すぎる、ね、ただでさえ体力ない攻撃に、うわー、それなんか波動一発一発がやばいぐらい背筋凍るんですね。波動を使ってくんだね。確認風味、これゆっくり画面使って押していってみたいな戦略なのかな。たっぷりで次でもやば、結構なんか意地の張り合い的なところもあるような2人の対戦っぽいんですけど、2人だけの世界で読み合ってそうな、そんなところもありそうな。さっきもこの前でやってたから、うわ見てる、リスク回避だと、もう灼熱で食って、あー行ききれないですよね、怖くてまだやばい、すげー早い、おー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 、ブラスターね、アシュラ出せないようにずらして安定させたのに、やっぱ出してきて、あこれはゲージ溜めで捨ててもいいっていうユリアン側と、俺も捨てるわで、ワンチャンタックルは当たって、しゃがみに当たるとどんぐらい減ったんだろうって感じ。まだ伸びないような気がするけど、からもう一手で時間見て間に合うかもっていう期待込みの、うわ届いた、これはいい痛すぎる、リスにあえて貼らない、ずらしたりとか、やっぱアシュラ読みでずらしたりとか、空気で見せたりとか、そんな感じですよね。うこれさすがに、まあでもバリアの肩割りになって、やっぱゲージ溜めたいけど大攻撃一発けないぐらいですよね、これ硬いどうなんだこれ、2回取ってるリッキー・マリ・ユリアン1ゼロ、とりあえず1本選手ってことで、ゾッとするぐらい強いんですけど、2人ともめちゃくちゃ動くな、めっちゃ合いますよね。結構なんかお互いね、うわっとかミスっちゃってなんか武器になって読み合ったらすぐ死んじゃう組み合わせじゃないですか。まあ、ユリアン側殺すのがちょっと大変だけど、あれって言ってる人いるけど、確かに長い試合が、やっぱ恥は苦しそう、ユリアン釣り台系この、なんかヒット君のあれですよね、なんか
相手の動いたのを瞬間的に見て追っかける力みたいなのはマジ見ててゾッとするんですよね。着地間に合ってワンゼロからガードでワンパイ取って直張り足が出してくるな。しっかり出ますね。リバースアシュラー一応話にできるけどむずいっすよね。結構むずいと思う。押し話で入力がに触れじゃないですか。おうわ届く。まあ台形出してたから届いたとはいえ足に足が入る。あそこから取りに行ったけどずらしたずらし足っぽい。いやー嫌な鳥かもすぎて似てる似てるなリットさんがすぐ一歩取り返す取り返して1-1ですね。確かサードって同情し受付猶予2とかでしたっけ。1だか2だかなんかすごいシビアなんですよね。分かんないっす。なんかずらして増やしてとかやろうとしたら結局 EX 出そうとしたら出ないでとかやって結構むずいさ。ここ EX のロックにするあれヤンあるあるですよね。気合いの EX 討論がなんか大討論になってまあこのチラシが着付け熱でキャンセル灼熱系とかうわまあ保険入力だとはいえいやー、出してくれ。端、これ大丈夫ですか、ね、終わってんですけど。球やっぱ強いっすね。端を絞るために、ね、見てからどれぐらいぐらいの距離で大波動を見て打って、ね、やっぱ飛び紙やったら終わるとはいえ、ゲージ持った攻撃の対空超強いじゃないですか。それでやっぱすごい寄り近そう。もうよく見てる。よく見てる。マジで。ユリアン結構ね、ああいうのむずいじゃないですか。ジャンプ台形、しゃがみ台板、お願いって言って、こういうところをしっかり押して、ああ、もし腰当て当たんない。あら、ちょっとミスったけど、うおー、しびれる。これはさすがに出なかった。やっぱね、ずらしてずらしてって、単純にスピアイジスの張り方すらもなんかリバサタイミングずらしてずらしてみたいな。しっかり立ってますね。あれ一回通っただけで大変なことになるから、やっぱりフレッドがうおダメージ戦、ダメージ戦後期の中盤戦端で当たってくるのあれですか。ワンブロ取っても浮かない安全なところで技出しで触りつつみたいなゲージも貯めてってことはどうですか。使ったり空手ヒットで止めてればうおどうなの、あれかれかえるか。コマドは跳ね返るんですよね。跳ね返るって SM もあるからね。あるんですか、跳ね返んないの。エッジとか跳ね返る。あー、で、リキマン君が B ですね。B1 です。取って、いや、めちゃくちゃレベル高くて、まじリンちゃんですけど、これリンの方がの投げれから赤取ったけど取ってくるのあれ、赤取ってからユリアンを目指そうっすよね。今度しゃがりの一般入ってるのかなで狙ったけど、いやないんじゃないかな。取れるぞアピールみたいなところもあんのかな。ジャスティタックル取ってるやばいで、これ今みたいだけど最近は強いっすね。このあの前に絶妙っすよね。マスタイ系絡ぶったところで、なんだろう、分割タックルさせるかさせないかとか、そんなことしなきゃいけないのか、急な。まあ、うまくてなかったくさいっすね。これは繋がんないけど、うお、怖い。しのぐな。結構ね、どうしようもない。一瞬変わって。一瞬変ってるような印象ですね。お互いね、なんか卓一の前ですごい細かいけどダメージの奪い合いがゾッとするレベル。うお、腰あっぱら
一人で立ち合い始まるとユリアも辛いね。やっぱりこの状態が長くいくと結構向きになってほしいな。そしておジャンプ台系触りから強さえですね。ジャンプ台系触りましたね。すごい勢いでフルセットになるんですけど、お互いゲージマックスで、しかも超怖い。これは実況する人もなかなかだな。これダッシュ投げ通してかなり遅らせめ、マジうわどうしたか。なんか行くぞ行くぞ詐欺しながら、やっぱ行くとき本当にすげえスピードで来るから、なんか落ち着いてられる距離ないっすよね。これやりながらもうぅぅ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 勝利。これで2-2。すごいすごい、もつれますね。いや言葉を失ってしまう。いや、来てよかった。そこでまた一戦生で見れる。やばい、本当に。そうだね。防御戦でこんなに動けるユリアンがいるのかな。でもなんか、壁になってもどうしようもないっていうか、ユリアン側が。そんなところもあるから。こうやってちゃんと、なんだろう、リスク回避しながら動けるユリアンが。さて、いますかね。なんかロスさんそう言うとすごい説得力があるというか、あのユリアン使いディズニーに繋がりそうな気がして怖いですけど、あんまり見れないよねこういうの。確かに、解説これ解説してよってできる人は日本に何人いたレベルで怖いですけど、うわ梅見てる、ちゃんと出したんですか。フロアで確認上ですね。単発立ってるからだと超むずいですよね。あれどうなんだろう、天帝とかはちゃんと確認してるんですけど、ちょっとサブキャラで使った時とか、うわー前中さん逃げるんだろうみたいな。やっぱある程度ユリアン側が読みでなんか技打っていかないと始まんないのかな。そうだね。ただ今のは壁を張って、じゃあ保険かけたからまあ打ってもいいかなって。なんとか位置を変えたユリアンと当然変えさせたくない豪気で、豪気はこのままの流れで、うわ通さないテリブル単発も。もうジャンプ台形先端があるからね、テリブルと中足の単純味覚って多分豪気とかだとバカにならないじゃないですか。大大中あのね、大大大の単発であそこまで蹴ったからな。痛いんだよね。相手当たるときしゃがみだし、本気の体力だとマジされなんないよ。波動が通って、あそこから投げて。エクスタックでもまあ14かなっていうくらいには痛いよね。眼球に追わせて投げたりとか。いや勉強なんかなこれ。早すぎると思わせる。なんか、ね、そんなに。なんだろう、難しいことやってない風に見せ、もう見えないよね、そんなの。めちゃくちゃ難しいことやってる風にしか見えない。まあ、実際やってると思う。主にボード面で、やっぱり難しいことやってるな。どこまでも画面見て。攻撃面は一周回って普通の立ち回りになりつつある。相手もやっぱり上手いから。高津な攻撃を出せなくて、どこに行くとかじゃない。むずい。どこで打ってるかっていうのが大ファンなんですけど、取って端ね、一回押し返して、ではニットさんが3取って2-3、決まるユリアン2本、ニット号機3本、普通に5分ぐらいにいいぞ。なんかどっちも強すぎて五分に見える的な。五分ぐらいに見えるけど、やっぱり立ち回りはやっぱりユリアンが強そうに見える。この距離。やっぱ投げ一回とかで。ジャンプ台系が当たるかどうかぐらいの距離に、ふらふら去った時がやっぱり辛そうな印象は。ユリアンの行動制限が。
かなり。見てる。俺見るって言って、ちゃんといない。ちゃんと今さら出してくる。多分、スイジャンバンクにある程度読みで前捨てしていかないと、多分、受けるだけだと何も起きないから。まあ、起きると起こすとしても、バンクガードしてからの逆タップになるじゃないですか。うまい。いやー。うわ、死んだ。失礼でした。いってー。すぎる。ユリアンしゃがみ台パンとか発生遅いじゃないですか。そうですね、判断してから止まるまでの時間がめちゃくちゃ早いせいで、ああいう使い方できるのか。普通なんか触れてタッチューパンみたいな、そう押せてチューパンとかそんな感じなんですけど、初めて今度やっぱダメージ取りに来るから来たで、これ辛いですよね。でもやっぱそうなるとわずかな隙が生まれて、うおっ、距離判断完璧からの直メフの一発で、あー逆に乗った。おー打ち出しメッパン打っていって取って、うおー、あーもうメッパンが刺さる。三三、いや三三ですね、めちゃくちゃですよ、すごすぎますよ。今のは力丸くんがすごい取って取って取って崩しのところで瞬間ガードみたいな。いやもうウォーですよこんなの。毎試合というか毎ラウンドくらいの勢いで皆さん盛り上がってます。いやもう汗かいてきた見てるだけ、手汗がやばい、見てるだけで。結構ユリアンが単純にその場にいて美味しい距離がほとんどないから、動かなきゃいけないで、それが難しいんだけど、まあでもやっぱり形状欲しいから、うん、大攻撃を多めに振ってるような印象がありますね、うん、大ゲームとか見てるそういうのもあるんだけど、どうしても形状欲しいから、うん、やっぱ水上大系と、おい、どうしようもたくれ大系を多分当てるとかいうより触ってもらうために高めとかに行って、トゲが負けるテリックとか、うん、まあ、触れればっていう。ガードしてくれるとゲージが、まあ、もうすぐ多分ね、今2マックスあるし、ね、これでもどう使うかも、動き合いだとすごい難しそうで、ね、普通のケアは単純に2枚貼って3枚目を作るみたいなところでいいんだろうけど、やっぱ単純に貼るところから読み合い始まってるから。そうそうそう、まあだから1枚は立ち回り用に、うん、もう1本はさっきのダッシュアッパーが入ったらみたいな、うん、ああいう風にワンチャンの時の感じ、ワンチャンコンボ伸ばすよみたいな、うん、飛んでしゃがないパン、しゃがないパンタクリエクスタクタクリ痛いから、うん、痛い相当減ってるから、うわ見てる、中途装置ガードも上げてずらしたけど出るんだちゃんと出してる、出る率やばいっすね、うん、あれめちゃくちゃ難しいんですけどね、結構ミスってるのに、うん、結構あれで動き感がミスってしねってよく見れたんですが、うおー、そうですね、注意の攻撃で一応壊れるんだ、ね、うん、やばいやばい、うわー、はい、大肌たまらないなとしたい。ユリアンステーマもめっぱたまる前に勝負かけたいけど、いけないね、そう、じゃあどうすんのって言った時に、うわ打ってくるんだ、次は見えたのかな、まあこれでミッド合計4本、次5本目取るとコンパレチェンジ、そうですね、そうだね、完全に攻めやばいよ、これレバー入れといて、スギア見てボタン押しまであるのかな、いや、もう想像つかないけど、しゃがみ台パン2段目取れないで、やっぱ一発こういうの先に当てると、ジャンプ台系当たったりとかすると、結構ユリアンペースで、青木があと取り返しに来るところに、技青木がうますぎる、おまかしが通らない、ちょっと技青木うますぎるんですけど、すごい、なんか全部当たって、どうか、逃げ道がない。前を見てる、
後はゴーキがリードしてくた、リードし始まったからユリアンがどうまくるかみたいな。中足を乗っても大パン痛いとは言ってもやっぱり大パンしかないんで、そこがやっぱり辛いところ。2段負けぐらい、おーおー、打ってくる大パンを。これは安定でいったけど、重ねていけて、人が派手だから、ちょっと2回しっかりだけど、まあこれはでも、刺さって、すごいっすね、きっちり力学を取り返してきて、あれですね、セット数に差がつかないんですけど、つかない、完全なシーソーゲームですよ、これ。4-4。いや、これはね、最近まれに見る超ハイレベル10勝ちっす。なかなかちょっとこれはね、みんなご飯3杯はいけると思いますよ。ちなみに僕もお腹いっぱいですよ。これすごいね。この空中戦のうまさがお互い、そのやり方が若干違うというか、そこで結構反応で来たって言って自分から当てに、後から当てに行くのと、リクマルテの先飛びでやっぱユリアン水上待ち強いじゃないですか。で水上待ちしてる時に相手の動きとことんまで見て、そうやべえと思ったらやっぱプロに回していけると思ったら台形触ってみたいな、なんかすげえね、やっぱやること自体は単純だけど精度の高さが尋常じゃないですよね。何がそうすればいいんだよって言われてもパッてできないじゃないですか。そうね、もうあっさり知る場面がないね。開幕強気に行って生まれて知るらしい。普通の人たちがやったらどっちかがあっさり知るパターンのキャラの組み合わせなんだけど、内容も競ってるから。いやね、ニットの豪気が超強いのは知ってたんだけど、リキのユリアンがこんな強いと思わなかった俺。ちょっと力には失礼だけど、あんまり大会とかでもみんな、やっぱりチュンリーで出てくれるから、サブは強いのは知ってたけど、ここまでとは思わなかったね。まあ、5試合とかで取り組み来てたから、かなり強い、まあ、噂とかもあったし、かなり強いって言ってたから、やっぱり取り返して、1-1になりましたよ。あ、これきついっすね。水ジャンでバンクで取っても、折りにもう一回身長高いユリアンに触っちゃって、あ、かなり強気に今度は歩き投げとか、うわやっぱりこの角度から見るとユリアン振りっぽいんだけどね。ほんとよく競ってるね。うわ動いてる。もうまくりに来たユリアンの席マジ許してくれないですね。席替えですね。インドさんが5になって席替えです、ね、席替え。これ席替えした後、お互いレバーチェックとか一回やる感じですか。ちょっと休憩して若干休憩を挟むと、若干休憩を挟みつつ、またさ変わってって感じですね。いやまあね、差し込みお見事すぎるし、置きもお見事すぎるし、こんなに動いてたら19試合も持たないんだけど。ねえ、なんかこんなに動かして集中力出せてるのもすごいですよね。この内容の試合を見てて胃が痛くなる。そうですね、わかる。なんかまたチュンリーとは違った胃の痛さが。じゃあね、本人たちはやっぱ 6-4 でくらいで豪気が有利じゃねえかとは2人とも言ってるね。なるほどなるほど。そんな気はしますよね。やっぱ豪気が立ち回る上でかなり有利な場面が多いっていう。確かに。そこにあ、OK ですか。後半戦スタートです。まあ一本差とはいえ、やっぱその通りニット豪気が1本リードしてるんで、まあそうだね。まあただこのレベルになるとね、ここまで最後までいくかっていうと微妙に力丸ヘリアの色が変わりましたね。分かった。汚いね、銀から金へ。あー、しゃがみないか。白、いや、やっぱ銀から金じゃないですか。絞り投げて、うわぁ結構ね、お互い勝負手に行って、あっと落としてしまったけど、まあまあまあよく立つな。ほんと、なんかぬるい一手が通らないですよね。パンキリブルとかに来たら、すごい連携なんだよね。ちょっと、なんかお互い見るもん増えて、あれですね、ところどころ対応するのが難しい感じになってる。
構なんかあれですね、後半1試合目はなんかいきなりお互いが勝負でぶつけ合ってるみたいな。うわぁしばしぶりね、使わない。お互い開幕ヘッドから引いて重ねから始まる。痛い痛い痛い。結構減ってる。いやもう減ってるでしょこれ。なんか5発ぐらいしか当てない気もするけど、めちゃくちゃ減ってる。うわこれいうの増やしてくるともうねえサボってらんない。第5位空振りゲージため兼うまいステーに対しての大きい。あれ、チラシも潰せるからね。まあ、状況的にチームよかったかな。結構、なんか、意地の張り合い感が出てきてる。お互いが、なんか取りに来てる感が、やばい。やばい。勝利で返してくれ。まあ、リスクやばいとはいえね、1点目通しちゃうと、こうなっちゃうから。うわー、いってていてて。打っていく、投げて、あーすごい、出てった、つまがみたい、1号機これで6、つさま初めてちょっとリードしましたね。なんかお互い EX セットを打って、でダメージ取り券散らしに行ったりとか、だって多分今の試合で号機の生空人初めて見ましたよ。いきなり大きめで取りに行って、結果はワンブロされたとはいえ。もうゾッとするじゃないですか、もしも取ってたら。さっきまでのなんか剣からなんかやり合いみたいなタックル透かしにしっかりタップして、距離見て弱小に、うん、ヘッド投げとかはやっぱほとんど通さないですね。生ヘッドを使っていく。後半になってちょっと使って始めて一手増やしてきた感が。投げて端、これ苦しいけど一手系大大体力巻くつきで、もう大攻撃一発圏内。うおー投げ読み。平日で、あでも100キロ、あすら2回通して、ゲージ吐かせた形で、しかも端ですげえいい状況を作って、PL 動かして、投げていく、リバーパンチはサードから、隔離メンバー、やっぱ100キロ人混ざると、めちゃくちゃあれ、難しいじゃないですか、対応。スピードも上がってるから、すごい対処がしんどそう。生タックル90ヘッドで、すげえ伸び出さないで、うおー無駄ないパン、カラジャンプから出す巻き、カラジャンプの巻き、マジか。ここぞっていうのが出す巻き使ってる。痛いこれ、これ、ああ届かない。跳ねる。でも決める重視。今から振るのを難しい。でもテーブルが痛い。ヘッドと相打ちで。うおー大中タック足から。ちゃんとタック。おお立ち上がったんだけど。マジ。ダメに胃が痛くなる。これ取り返して6-5。今の端の空ジャンプからの号機超怖いじゃないですか。立ち台剣道、まあ、全然証拠もあるだろうし。いやさあしゃがんで読み勝ちだったところが決まり手になった感じですね。さあなんか後半になるにつれてどんどん展開速くなってきてスピード上がってって6-5は第2ぐらいで4発ですからね。やっぱ投げがビタ押しクラスになるから反撃も難しいですね。サーミナイパーうますぎる。
最後の最後一発狙ったの神経使うなこれ。絶対なんか自分からぬるくいかないっすよね。ちょっとね、そう、リスクがやっぱどうしても先行するから。でかい、うわ、差し返し狙ったけど、これはうますぎる。竜巻柱か、あ、柱だね、竜巻か100機か。タックル埋めに行くあたりが、なんからしいというか、ああいう押すところでちゃんと押して、リターン高いのを取っていったのが効いて、取り返して、やっぱり1位。本当お互いすごい攻めのスキルも高いけど、ディフェンススキルも高すぎて、さっくり 2-0 でハーって終わる試合がもう存在しないっていうのが、この胃を痛くさせてる原因の一つというか、取ってきた、今度、読み合ってきましたよ。うわー、で、アシュラに変えて、投げて、もう1枚溜まりそう。しかし、しゃがみ、あの距離当てるのも難しいか、うわ、投げてきて、うわ、はい、でっけど、これは、うわ、強っ、つかんだときの持ってき方が、やばいですね、リッド・ウォーキーが7、リキマル・ユリアン5、ダメだ、まさに息を飲むコンボですね、これ。すごいな、これ飯時にやる試合じゃないよ。飯食えないじゃん、ね、確かに。変なの、ね、晩ご飯が残ってしまう。じゃあ、あ、見てる。バッチューパン遠目がやって、勝利で拾えない判断したね。これな、うん、もうバカ。しかしたら中心のミスかもしれない。うん、ただ、タッチューパン入るのことは初めてでした。うわあれ比較的安全距離したブロー。なって立ち台パンだけ。オーガーしていったけど、時キャンセルタイミングはミスっちゃったけど、でもかなりプレッシャーがあったですね。東のしゃがみ台パンから試合でした。かなり怖いですからね。うわー、手堅い中足ブローから、あれですよね、簡単に肘に行かないのも、やっぱキャンセル竜巻に負けるとか、そういったところをケアしてそうな。まだ打ってくる。うわぁ、うわぁ、タンダーメンはさすがに、着地投げ、角にはしないかな、わかんないですね。早ければ角にと、うん、着地ビタのところに投げさえ生まれば、うわ、さあ、振り出しに戻ったハドウチから、前歩きしたブロですよ、今ゾッとしたんですよ。前歩きしたブロしたね。ゾッと、うおー、死にかり、で、ここで2枚目出ない、厳しい。あれで、ね、やっぱ徐々に寄ってくるから、1回目の飛びが成功しても降りるときには前に寄ってて触っちゃうんですよね。これで7-6。いや、マジか、なんか簡単に決まらないですけど、勝負が。分かんないな、これ。まあ、結局、後期の猛攻をどれだけ防ぎ切れるかっていうところに、正直、距離にしつつ、安全なことをしつつ、相手の動きを見てさばくっていうのが、ね、言うのは簡単なんですけどね、もっと。言うのは簡単なんですけど、めちゃくちゃ難しいんで。まあ、やっぱ様子見続けるとどうしても触れる回数の多さで豪気が端に押すことが多いんだけど、これは決まってたっぽいですね。上かなと思ったけど、読んでる、これ跳ねるな。うわ、しっかり拾う。ゲージもまあ結構いい感じで回収しちゃって、かなりいい展開ですね、ユリアンは。こんだけ、まあ、かなり細い読みをすごい数通して、まあ、やっぱ通した分だけ有利な状況になって硬い。いや、取りに来ましたね、今。よく見てるな。そして我慢してるミッド号機で投げて、おー、うおー、遅らせ100機読みの
シュースピアをちゃんと見て反撃してとか、もうなんかスピードがすごくてやばい。当然ユリアンを攻める理由がなくて行ったとこ。なんだろう、もうなななな。今のスピアエイジスとかやばくないですか。やばい、まあ、もう飛んできた方が悪いみたいな感じになっちゃう。ね、旗から見たらね。ただね、見てからスパキャンなんですよ。さあ、77で。さあ、残りお互い3本。でもなんか流れが若干、いきなりユリアンが。うわよく入れるな、すごいな。画面位置をちょっと多分重視してあえていかないで、さあ端付近取ってきて、許なんか拒否許さないですね、ほんと。さあ壊すとバックジャンプでうまくさばいて、さばいちゃった。マンブロからあえてのフライかな。さあ赤風呂狙ってる、かっこいいね、直せるからね。これも張ってるけど、届かせた。いや、ゾッとしますよ、本当。いや、本当にそうなんですよ、これ。ショービジネスの話になってくれて。うわぁ、欲張り大タックルまで行ったけど、出なかった。これは、ここに来て、かなり、いや、でも、当然終わりそうにない。うお見てる、なあ届かない。当然ユリアンが後に行くけど、もう3番だけど、さばいてる。珍しく日本選手に練習来ましたね。流れ掴んだ感があって、リッキーマレーユリアンが8本。さあ78ですね。1本目先にここで星数まくりましたね。一応まくりました。さあここでもうなんかすごいヤップンとか来たんで、俺変わりたいぐらいな勢いで。変わりたいな。やばいっすよね、これ。ユリアンがあれなんですよね、ジャンプ中パのリーチとか一番長いですよね、長いらしい。そう、はい、そういう使い方とかも、まあ、空中性のさばきがお互い上すぎるから、使う側のセレクトとか多分すげえなんか参考になるというか勉強になるんじゃないですか。うおで、これどうなの。うわあ、で、またこの勝負打ってくる、まあ、このままいったら負けちゃうって。うわー、減っちゃうな。ちゃんとしゃがんで投げる。やっぱあれですね、集中力と読みの強さが、まあ、お互いすごいプレイヤーなんですけど、どっちかでもかけちゃうと、だけだけで外れるから。うわー、いい加減にしろ。大昇竜めっぱっすね。投げ3回で半分減ったんだよ。確かに取ってくる。やっちゃって痛いよこれ。さあずらしてスピアイジス。ずらし、また日本選手ずらしの卓にする。ずらし幅もめちゃくちゃ使い分けてるんですよね。起き上がってから今スピアイジスとかで、やばい。これでリーチ、さあリキマルユリアンが9本取ってリーチをかける。さあニットウォーキーは7本。こっから3連勝条件、勝ち越しに。そうですね、なんか厳しいな。いやでも全然ね、じゃあゼロですかって言われたら、ゼロって答える人は多分そんなにないと思いますよ。ゼロじゃないけど、あるって言えないんだけど。そうそう、2連勝今。さあどっちも強すぎて、なんか2連勝2人ともまだ1回ずつしかしてない。確かに確かに、本当確かに。こんだけシーソーゲーム続いた後ね、3連勝しなきゃいけないっしょ。そうそう、うわーすげー今の球に。すごすぎるし、取って届かない。あーちょっと待った。あんだけゲージ抱えてるのに、スピアエイジスにしないで今度動き出し待ちですよ。やばい。痛いこれ。ずらして使っていって、やばい。何もない、でもしのいだ。え、マジで。すごい。柱で避けるか。柱でタイミングずらして、そのものだけもしっかり外して、うわー。いやー、これでマッチポイント。
そうだね、決まりユリアンがマッチポイントで、あとのがなくなったリットボケや。ザクタツマスセンターで、さらに押し当ててブロラスでさすまきで浮いて割っていく。早出しジャンプ台系が上りジャイに当たって中足巻き、中足スカルダにならないと。おお。ブース取らせてかなり押してきてますね。うわ見てる。高めプロからちょっと今中足をちゃんと埋めて確定カメラスで中足メンバー1-1、全然わかんないですよ、まだどっちも強すぎるよ。中取りに行ったけど失敗。ランク取ってるけど、ダイバー厳しい。走り詰めて、EX ベッド引っ掛けた。やっぱ取りに行きますね、ここはさすがに。中圧で、メッパー前落ちから、前飛びからちゃんと見て、まだ押さないで、アシュラが出る。アシュラ出る。ここで、もう取り返してくれ、ニットさん。アシュラが89。全然終わらせる気ないですね、本当は。調べたら PA は大田区の2番っぽい。なるほど。そうですね、相模大パン PA、 1番目 PA は何かしら確定が一応あるとはいえ、なんか展開早いからやっぱ難しいですよね。うお、読み合いの数がどんどん増える。渋いタイムを増やしていく。すごい、よく見てる。見てますね、ネットじゃないよ。しかし、ああ直面。そうだね、ゲージ使うわけにもいかないから、まあ当たればっていうところで、もう一回寄りかかないと殺せないから。うわ、尺抜きでフォロー、2回取ってる。まあ、これはで、さすがに取られてしまった。あ、うわー、2回目引っかかったけど、難しすぎる。後半やっぱ、あれですね、結構、さすがにこのレベルの対戦続けてるから、疲れが見えるとはいえ、持ってるけど、まあ確かに、絶望的な状況は変わらないし、そして来たところ、ダブルリーチです、これで。これやっぱ2連勝したいですよ。結局並びました。そう、今日はなんかすごい10月だったんですね、本当。ワンサイドが全然ない。こういうのを見せたら、それはさすがにね、雨降ってるっていう理由だけでも以外でもやっぱやる人もなんかめっちゃいそうで怖いんですけど。さあ、すごい試合がこれで終わり。どっちが先に10本目取るか。うわ、これは当て感が素晴らしい。見てる。強い、本当に。そしてなんかお互いゲージ1本なぜかある。やばいんですけど。イアンの中和シリーズ、中和差し返す。外して、ダイタックル。いや、やっぱ簡単には終わらせないか。でも全然すごい恐怖感。勝利。で投げて、あのね、エイジスから。これで。さあ、ザファイナル。いや、まずどうなのか分かんない。取って。間に合ってる。地上間に合う。でも弾詰めたのはニットで、ニット号機がもう無理はしない。無理しないですね。やっぱこの辺はやっぱ冷静と情熱の間が素晴らしい。行かなくていい時に本当に行かない。かなり厳しい。でもかなりあれですよ、安全に計算した分で使ってほしい。スペレー点を取ってる。1点だ。
うわー取ってきたー最後の最後に。いやすごい試合でしたね。ちょっと一言ずついただきましょうか。まずリキどう、まあ、最初の5本はちゃんとやろうと思ってて、はい、で負け越して終わった時点でもう争おうと思ったんですよ、はい、それがうまく機能したんですけど、まあ